はいどうも皆さんこんばんは。水曜8時はフレンズ俳句、世界の広げ方プレゼンツフレンズ俳句のお時間です。水曜日の MC は私テラッチです。友達のご縁とご縁をつなぐ番組フレンズ俳句水曜日版、6月9日のゲストはニッシャンとパティです。どうぞご登場いただきましょう。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。そしたらまずはマミーさん、前回から引き続き、はい、ご登場ご出演いただくということでありがとうございます。はい、ではマミーからまずは自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、株式会社楽斎、代表をしております乾秀美と申します。ニックネームはみんなからマミーと呼ばれております。桜川、大阪なにわ区桜川でマグロソムリエ楽斎というあのマグロ専門の居酒屋を営んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日あれですか、お店から。はい、そうです。あ、素敵なお店ですね。ありがとうございます。前回は反対やったけど、うんうん、今日は決めて。そうですね、ちょっとレイアウトが変わったなと思って。そうよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたらマミーがつないでくれた、ゲストフレンズ、ニシャン、はい、では自己紹介をお願いします。はい、はい、こんばんは。こんばんは。株式会社ワッショイ代表をやっております西原忠宗と言います。1969年の10月2日生まれ、51歳となります。福山雅治さんと同期になりますね。 お会いしたことはありません。大阪で5店舗飲食店やっております。この後また詳しく紹介させてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では次パティ自己紹介お願いします。はい、パティこと大橋優斗と申します。よろしくお願いします。お願いします。僕は平成7年生まれなんですけれども、茨城県で生まれて、で0歳の時に横浜に引っ越して、23年間は横浜で育ちました。でそれから社会人1年目は、大阪の会社に就職をして、でその後その会社を退職してから横浜に一回戻って、今は淡路島にいます。でまあいろいろあって淡路島にいるんですけど、まあ結構自由なというか、うん、もうストレスフリーな生活を日々送っているっていう感じです。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パティはね、僕が淡路島に遊びに行った時も、お話をさせていただいたりとかして、ちょっと交流はあるんですけど、こうやって深くお話しさせてもらうのは今日が初めてかなと思うので、すごく楽しみにしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、といった今日は4人で、あとその、テクで日向くんもいつも通り入ってくれてます。日向くんよろしくお願いします。はい、そしたら、前半のコーナーの1つ目に行きたいと思います。まず1つ目が、仕事ですね。僕たちは志事という漢字を当てているんですけど、そのお仕事を何のために、どんな目的でお仕事をされているのかっていうことをそれぞれ今回のゲストに聞いていこうと思うんですが、じゃあまずはニシャンから、はい、今されているお仕事を何のためにどんな目的でされているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私はラーメン店を5軒とカレー店を1軒やっております。はい、で何のためにやったかっていうのは、38の時にサラリーマンを卒業いたしまして、はい、そこから2年ほど修行をさせていただきまして、40歳に、自分で起業をしました。うん、でサラリーマンって言っても、製麺の麺の営業マンを15年ほどやっておりました。うん、で別に会社もすごく順風満帆でやってて、社長とも仲良くさせてもらってたんですけど、うん、何かそうだな、営業成績とかよりも自分で物を作ってそれを販売してまでやりたいなっていうことを思って、うん、それなら飲食店がいいかなっていうふうに、まあいいやったんですけどね、うん、飲食店をやりたいなと思いました。はい、でただの飲食店やってもちょっと面白くないんで、やっぱりこう食べるだけじゃなくて、来たお客さんに喜んでもらえるような店、うん、でそれがどんな店がいいのかなっていうので、2年間いろんなお店に行きまして修行させていただきまして、うん、なんかもう今はないんですけど、なかなか面白いもつ鍋屋で働くことになりまして、はい、めちゃくちゃ楽しいもつ鍋で、誕生日の日にお客さん来たらもう全員が誕生日を祝うような、うん、あのもつ鍋屋やったんですけどね。
はい、そこでなんでか知らんけど、そのオーナーがラーメンをするということで、ラーメンを、まあ、経験があったということで、あのラーメンの店長としてそこの店の1店舗をやることになりまして、で、そこをやりだしてからですね、ちょっと僕もラーメンに関しては、なんかその、思うところがいっぱいありましたんで、はい、ちょっとオーナーと、ちょっとそこのオーナーとは合わない時があったんですね。はい、で、まあ何かというと、やっぱりこう、ラーメン屋って、なんか誰でもできて、誰でも簡単に儲かるっていう思ってはる人が結構多いんですね。で、その中でやっぱりラーメン屋っていうのは僕はちょっと大変な仕事やっていうのはもう営業マン時代から分かってたんで、そういう意見の違いがすごくあったんですけど、ほんなら、どうやろうね、自分が思ってた楽しいラーメン、飲食店をやりたいっていうのと、このラーメンを通じて、せっかくやラーメンを通じて、それができないかなっていうことを思って、40歳の時に、オープンすることにしました。で、その店をやるにあたって、僕はちょっと一つ考えたのが、はい、どこの飲食店も大体ちょっと怖そうな人が、まあ僕も見た目よく怖いって言われるんですけど、全然怖くないんですけど、ちょっと威圧的にトップダウンみたいな感じで、お前はこれしとけ、仕事は見て覚えろ、みたいな、そんなイメージがあるんですけども、はい、僕ちょっとそんなんじゃなくて、なんかみんなが楽しく一緒に働けるっていう、まあ口で言うのは簡単やねんけども、何かそれをなんか具体的に何かできないかなっていうので、ちょっとラーメン屋では珍しい理念経営をやっております。で、3つの理念がありまして、はい、その3つの理念に沿って僕もちゃんとそれを従わないとダメなので、うん、たまにスタッフに怒られたりもしますし、うんうん、オーナーちょっとこれ理念に沿ってないんちゃいますかとか、うん、怒られたりもしますし、うん、で大体トップダウン経営でワンマン経営なんかコロコロ社長が意見変わったりするんやけども、うん、はい、それはちょっとないような感じにはなります、うん、ただスピードがちょっと遅くはなります。何を決断するにもみんなで考えるっていうことを理念に置いとるので、すごく時間はかかるんですけども、なんとか去年10年目を迎えることができまして、今させていただいております。いまだにオープニングスタッフが10年経っても7人いてるのかな。おお、すごい。そんな感じで勤めていただいてるんで、本当にありがたい限りです。はい。はい。はい、ありがとうございます。マミー。今のお話を聞いてどうですか？いや本当にね、西社のは、はい、私もちょっと今日理念の方を見せていただいて、はい、和紙商の価値観、はい、もうこの5つの木、活気、元気、勇気、本気、男気、もう私、うん、男の中の男っていうのは西ちゃんと思ってるんで、うん、本当に私が何か飲食店して私も11年目ですけども、はい、なんか困った時何かあった時にはすぐ西ちゃんに連絡してこんなんちょっと教えてほしいねんけどって言ってすぐもう聞きやすく教えて親切に教えていただいて、うん、本当に私はもう何かかんやと西ちゃんに助けられています。うんうんね、さっきのことで言うとこう男気とかっていうと社長、はい、ワンマン経営みたいになって俺が言うことが絶対だみたいな風なイメージになるんですけど、そうではなくてクレドというか信条が一番上、それにオーナーが従ってなかったら下からでもちゃんとそれは違いますよっていうことが言える、うん、このなんていうんですかね、風通しのいい会社を作られているっていうのがこうすごくこう見た目は本当にこわもてで、もしかしたらそういう社長さんじゃないかなと思ったんですけど、しっかりとした経営マインドを持たれた社長さんなんだなっていうのが今のもう自己紹介 Y の部分でもしっかり僕の方に伝わってきたかなっていうので、これから次のね質問もどんどん楽しみになっていくところで、じゃあ今度はパティに振っていきたいと思います。パティの目的お話しいただけますでしょうか？はい、僕は3年前ぐらい、2018年ですかね、の年に、うん、生前記憶を持っている子供たちにすごく出会いまして、体内じゃなくて生まれる前の記憶がある子たちになぜかすごくその年は出会って、面白い。で、その子たちってなんかすごい、他の子たちと比べてというか、なんかもうすごい見るからに、生き生きしちゃってるというか、うん、だから自分が何のために生まれてきたかっていうのがちゃんと分かってるんで、うん、なんかすごくそこに向かって
進んでるんですよね、うん、自分の使命に向かって進んでる子どもたちを見て、うん、あ今の学校ってすごいどうなんだろうというか、うん、なんかすごく疑問に思った時期があって、うんうん、で僕はまあもともと教員になりたかったので教員免許も持ってたんですけど、うん、でもなんか学校の先生ってやつの前でちょっといや全然いい全然いいよ学校の先生になっても自分のやりたいことできないだろうなっていうのはすごく思ってて、うん、で諦めてた部分はあったんですけど、でなんかそういう子たちに出会うことでなんかやっぱり子どもたちがやりたいことやってほしいなっていう、うん、で僕はそっちの方で生きていくべきなんだろうなっていうのをすごく考えさせられて、うん、でまあそれで会社を退職してからまあなんやかんやって今淡路島にいるんですけど、うん、でまあこっちに来てからはよろず屋みたいなことを最初やってて、うんまあ、何でもお手伝いしますよっていう、うん、でまあいろいろやったんですけど、その中でも自分のその学校を作りたいっていう目標に対してなんかピンとくるものを今続けてるっていう感じですね。うんうんうん、なるほど。なんかね、こうアンパンマンの歌詞じゃないんですけど、何のために生まれて何のためにこう生きていくのかっていうのがこう大人になってもこう見えない、ね人も多い中でこう生前記憶っていうのを持っている人たちっていうのは自分は何のために生まれてきてるのかっていうのがもうちっちゃい時から分かっている、だからそこに向かっていくだけっていう人を見てしまうと、教科書とか学校で教えていることよりももっと深いところ、もっと人としてどうあるべきなのかっていったところを、見たくなるというか、そこを伝えたくなるっていうパティの気持ちはすごく痛いほどわかるし、じゃあ学校じゃない教師じゃないところで自分で学校作ろう、うん、僕も同じように今学校作ってる人間からするとああすごいなと、でしかも僕よりもっともっと若い世代の行動ね、パティがそういうことを思っているのは僕はすごくこう未来にワクワクを感じるし、ぜひやってほしいし、一緒にこうタッグを組んでいろんなことやっていきたいなっていうのを感じているので、今日またこうやってパティのその話を聞けて、なんかすごいワクワクがまた、高まってるなって言ったところなんですけど、はい、ありがとうございます。西さんどうですか、今のパティの話聞いて。いやー、その記憶を持ってるっていうことがすごいですね、うん、もうちょっとそんな話を聞けたら聞きたいですね。うん、本当に今結構いろいろ出てますよね、体内記憶の話とか。生前記憶を持っている人が、まあ、よくこっちの世界に来てるというかみたいな話は聞きますよね、パティ。そうですね、うん、体内記憶は、まあ、2歳ぐらいの子たちに聞いたら結構喋るっていうんですけど、うんまあ、でもやっぱ生前の記憶持ってる子は最近増えてきてるんじゃないかなっていう感覚は僕はありますね、うんうんうん、しかも3年前にその立て続けにそういう子に出会った。そうですね、10人ぐらい出会いましたね、その年に。なんかそこを気づきなさいというか、そっち側にこうパティ自身が導かれていたんだろうなっていう感じはしますよね、その話を聞いても。そうですね、はい、うん、そんな感じはします、ね、うん、ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問に行こうと思うんですけど、その目的を果たすため、達成するために、それぞれどんな方法で、お仕事に向き合っているのか、どういうふうに取り組まれているのかといったところを話していただきたいんです。次はじゃあパティからお願いします。まあ、僕が今やってることが直接そのやりたいことではないんですけど、うん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 、なんかそこは難しくて、うんうん、でも目標としては子どもたちが自由に学べるような環境を作りたくて、うん、で、まあ、そう思ったら結構自然って大事だなと思ったんですね、僕は、うんうんうん、食べ物とか自然の環境とかっていうのはすごく大事だなと思って、うん、でなんか大人からやっぱ学校って先生が大人が子供に教えるじゃないですか、うん、なんかそれってすごくナンセンスというか、うん、確かに確かに、まあ、iPhone12 が iPhone3 から、うん、なんか教わってるみたいな、なんか僕はそういう感覚があって、うんうん、もちろん大人の方の経験とかって勉強になる部分もあると思うんですけど、う
なんかもっと自分の持ってる直感とか、うん、そういうものを解放するというか認識するっていうのは、うん、なんか学校の教室よりも自然の環境、青空の下とか土の上とかの方が解放されるなっていうのが僕はすごく思ってて、うん、まあなんです今そういう、あ、でも野口ファームっておっしゃってたんで、うん、野口ファームとの関わりを持たせてもらってるっていうところは一つあります、ね、うん、次西谷に、振っていきたいと思います、はい、西谷はその目的を果たすためにどんな方法で、お仕事に取り組まれているのかお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、仕事はまあ楽しむの一つしかないんですけど、うん、あのどういったんかな、僕が今やってる仕事は僕の人生の中の一つのなんか手段が一つあるっていう考え方なんです、うんうん、だからこの会社を何かすごい大きいグループにしたいとか、うん、そういうことではなくて、うん、何かをするために一生懸命あの利益上げたいっていうだけでやってるんですね、うんうん、何言うかな、一番これ聞かれて難しい質問なんですよ。だからなんかあんまり自分の会社がどうやっていいか手段でしか使ってないんで、うん、まあラーメン屋でもなくてもよかったし、まあラーメン屋やった以上は一生懸命やるんですけど、なんかみんなと一緒に笑って仕事ができたらなが一番の自分の目的かな、うん、そんな感じです。なんかその、はい、ラーメン屋さんをやるとか飲食をやるっていうところ、そこがもうツールでしかなくて、多分もっとその一緒に働いている従業員が楽しそうとか、来てくれたお客さんがもう満足して帰るっていうためにそのツールとしてお仕事というか会社があるみたいなイメージですかね。そうですね、うんうん、はい、マミさん今のお話聞いててどうでした？あ、私も同感です。もうなんか毎日ワクワクして、うん、なんかもうワクワクしないと仕事ってやっぱり楽しんで仕事がしたいんで、うんうん、だからその、うん、やっぱり今私もこのコロナになっていろいろとやりたいことを一つ一つ今できてきているのが、うん、もうこれも幸せやし、うん、本当にワクワク感がない仕事っていうのは、うん、もうスタッフと一緒に楽しんで毎日ああなりたい、あんなしたい、こんなしたいっていうのも本当にワクワクしながら、うん、やってます。うん、はい、だから西さんと一緒ですね。ワクワクしながらやっぱりみんなで楽しんで仕事がしたい、もう毎日笑いたい、うん、でも ね、 そのね、この前 の、 その野口さんの話を聞くなら、うん、もう 先になりたい自分をパシャッと写真を撮っておく、うん、でそこに向かって何が必要なのかしかを考えていないから、例えばね、コロナ禍とかっていうことを言った時に飲食店ですごい大変なんですよねとか大打撃受けてますよねじゃなくて、今コロナだからこそできること、コロナだからこそ、そのコロナだからできないことみたいなのもいっぱいあると思うので、そういうところに向かって、自分たちには何ができるかっていうことにフォーカスを当てているからこそ、お二人もこう笑えるし、いろんなことをどん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 極めていく、だピンチじゃなくてチャンスなんだなっていうのは本当に思うので、ぜひいろんな人とね、こう知恵を借りながらアドバイスを受けながらこうコラボしたりとかしながらどんどんこう発展していくっていう風になっていただけたらなっていうふうには思ってます。そしたら、3つ目のところに行こうと思うんですが、3つ目は、まあ、何の仕事なのかっていうところ、ちょっともうお話は出てきてるんですけど、じゃあ改めて2社どういうお仕事をされているのかっていったところをお話していただけますか。ラーメン店ですね、簡単に言うとラーメン店なんですけど、ラーメン屋っていうのは一番接客、どっちかというと短い、飲食店やと思うんです。お客さんの滞在時間、滞在時間も短いし、はい、提供時間も早いし、うん、で、まあ、うちの店は炒めた野菜をこう乗せる作業があるんで、結構時間はかかっちゃうんですけども、ちょっと接客を重視した店を目指してまして、うん、なんかお客さんとの会話を、なんかせっかくやから、いろんなスタッフにしてほしいなっていうことがあるんですけど、うん、喋りなさいとも喋れないんで、喋、うん、る仕組みをいっぱい作ってるんですね。で、まあ、それが会員システムであったりとか、うん、で会員証をもう全員来たお客さんに毎回配るんですけども、うん、それによってどこの店行ったかとかいうのも分かりますし、喋、うん、るきっかけにもなるし、うん、でそれに伴って会員のランクが上がると裏メニューが食べれたりとか、
裏メニューを食べるときにお客さんとやっぱりどういうメニューやいうお話もしなあかんし、うんうん、でまあバグ盛りがあってよくあるバグ盛りがまああんまりあれはねやりたくないって言うんやけど結構うちはニーズがあるんでやってるんですけど、うん、入った感じでもまあね苦しんでるお客さんを見てみんながいじり出したりとかね、うん、そんなんやってお客さんとこう仲良くしてもらったりとか、うん、ああいう感じですね。はい。僕が大学生の時に人生で初めてしたアルバイトの、それも飲食店、居酒屋さんだったんですけど、そこがメニューがね、不完全な形でお客様に提供するっていうところやったんですよ。例えばそのカセットコンロがついてて火を入れてお客さんの前で、例えばこうあんをかけて完成させるとか、パスタも取り分けることで最後完成するみたいなこと。でそれは不完全だからこそお客様との接客の時間を長くする、そしてお客様とのコミュニケーションの種をいっぱいそこに準備されていたんですよね。あ、本当にその今西さん言われていたような、仕組みを作ってくれていた会社側が、お店側が、だからこそ僕たちもお話をできて、でそこで例えばお客さんが今吸っているタバコの銘柄を覚えれたりとか、ちょっとお客さんの方から今日この子誕生日やなっていうようなお話が聞けた時に、インカムであそこのテーブルに誕生日の方がいらっしゃるらしいみたいな、で名前聞け名前聞けってなって名前をうまいこと聞き出して、でこう誕生日をサプライズをさせたりとかしたらすごく喜んでくださって感動して、次からはもうどこかにある1店舗ではなくてもううちのお店をめがけて来てくれるようになるとかっていうのがすごく楽しかったんですよね。そういうことがやっぱりこうお客様にも感動に伝わるし、従業員側もじゃあ次何できるやろ、あの人たちにはこの前これやったけど次これしてみようっていう風にどんどんこう追求心が出てくるんで、なんかそういうところを今すごくこう懐かしいなと思いながら聞いていました。はい。そしたら次パティ言いたいと思うんですけど、パティは今どんなお仕事をされていますか？はい、今僕は2つ仕事をしてまして、うん、一つは淡路島の野口ファームという会社、野口ファームさんで、農業をしてます。でもう一つは、こっちに来てから依頼があって家庭教師を13件ぐらい今しています。その野口ファームではどんなお野菜をパティは育てているんですか？僕は基本根菜類、人参とか大根とか、まあ、いろんな種類の根菜を基本的には任せてもらってたり、うん、あとレタスの種まきから収穫まで、収穫出荷までとか、あと今玉ねぎが一番忙しいですね、うん、めちゃくちゃ玉ねぎできてきてます。5月末で新玉ねぎが終わって、次は完熟玉ねぎの方に入ってるんですよね？あ、そうですそうです。オレンジの、いわゆる普通の玉ねぎですね、うん、でもパティはあれですよね、淡路島来るまでは言ったら農業は未経験。いや、もう全く未経験どころかっていう、うん、まさか自分が農業に関わるとは思ってなかったので、うん、なんか割と都会の方で育ったんで、でもすごく面白いですね、農業。うん、しかもね、そのこう未経験だったパティにそういう、こうじゃあもう根菜任したっていうふうに言ってくれるこう野口さんの心意気というか、もうすごいなと思う。その辺はどうですか、パティは働いてみて野口さんのその。そうですね、すごく任せてもらえるところがあるので、うん、なんかそれは僕としてもやりがいありますし、まあ、逆に野口ファームとして野菜を出荷するので、うん、責任感を持ってやらなきゃいけないなっていう気持ちもありますし、うん、まあでもただただ本当に面白いですね。自分が撒いた野菜ができて、それがお客さんのところに届いてっていうのは、なんかすごく不思議な感じもあり、うん、本当毎日嬉しく楽しく作業させてもらってますね。なるほど。マミ、今のお話聞いてどうですか、パティの。いや、だけど本当に何もね、農家のことを知らずに、うん、淡路島でねやって、もうやり本当に任せられるというのはやりがいがあって、うん、うん、すごく楽しいと思います、うん、野口さんの本当にその気持ち、任せたというね、それにパティ君もそれに応えて一生懸命してる姿が素晴らしい。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、後半戦に入っていこうと思うんですけど、後半は、今回ダブルゲストという形で来ていただいたんですけど、視聴者さんにもうこれだけはどうしても伝えたいっていうようなこうメッセージ
っていうのを届けていってほしいなと思うんですけど、じゃあまずは西さんから、はい、はい、お願いします。うちのスタッフによく言う話なんですけどね、はい、あの、まあ、多分どこの事業主さんも多分ある悩みやんけど、はい、僕こんだけ働いてんのになんであいつの方が給料高いんですかとか、うん、いう子がたまにいてるんですよね、はい、で、まあ、僕もその子を見た時にその子ようやっとるんですよね、うん、でもなんか給料が安いんですっていう話があるじゃないですか、よくね、はいはい、で僕その子にいつも言うのが、君のやってる仕事はすごく頑張ってんねんけども、うん、仕事の価値が低いんやと思う。でそれをもうちょっと価値を上げる仕事にしないかっていう話をよく言うんです、はい、でまあ、よく例えて言うんやけども、炎天下の中でこう雑草抜きを仕事8時間やる仕事があったとしたら、すごい大変な労働力じゃないですか、うん、で片やオフィスの中でなんかビルの図面とか書く仕事を8時間やってる仕事ってあったら、結構クーラーも効いててコーヒーも飲めてっていう、うん、仕事の労働力で言うと雑草の方が大変やんけども、うん、給料どっちが上やったら図面の方が上じゃないか、うん、もちろんその雑草続きの仕事がダメやとは思わないんやけども、うん、その価値をもうちょっと分からなあかん。なら雑草抜きじゃなくて、もっと雑草抜き方をもっと効率よく上げる仕事をするとか、うんうん、店で言ったらいらっしゃいませこんばんはっていうこんばんをつけるとか、うん、ちょっとつけるだけで仕事の価値は上がるんだよっていう、そのいらっしゃいませお客さんの方見ていらっしゃいませ言うか言わないか、こんばんはつけるかつけないか、テーブル一つ拭くにも裏面まで拭くか調味料拭くか、この一つのだけで価値が変わってくる。だから給料を上げたいんだなら一生懸命働くプラス価値を上げようって、うん、これをよく言いますね。なるほど。じゃあ次パティにお願いします。そうですね、僕が伝えたいのは、うん、まあなんとかなるなっていう、うん、で僕仕事辞めて無職で淡路島に去年移住してきたんですよ、うん、でどうしようみたいな、うん、収入もないし家もないし、うんうん、どうしようみたいな状態だったんですけど、うん、まあ、なんとかなりますね。で最初はあのすごいいろんな人に泊めてもらいました家、1週間ぐらいはあの淡路島の方と話して、こう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 なんですよ、僕淡路島来てみたいな、今家なくてみたいな、うん、ちょっと今晩泊めてもらってもいいですかみたいな、うん、とかをやって泊めてもらったりとか、うん、でもそのご縁で家が見つかって住み込み始めたりとか、なんか本当にいろんな人に助けてもらいながら生きてったら、 なんとかまあ生きていけるなっていうのはあるので、うんうん、なんか最近の親御さん、あの家庭教師やらせてもらってるんですけど、うん、親御さんとかすごい過保護な方多いなって思うんですよ。なんかやっぱいい大学行った方が子供は安泰だみたいな、あると思うんですけど、なんかやっぱりなんとかなるんで、ほっといてもというか、ちゃんと愛情を持って任してあげたら、うん、あのなんとか生きていけるなっていう、うん、あるん で、うん、で僕の親も淡路島ちょっと行ってくるわって言ったら、あそうなんだ楽しそうだね以上みたいな、うん、そんな感じだったんですよ、うん、まあでもそれぐらいの方が僕自身自由に生きれてるなっていうのもありますし、うん、まあ今すごく幸せというか、なんか充実感のある生活を送らせてもらってるなと思うので、まあなんとかなるからそんなに心配しないでもいいんじゃないっていうのは思いますね。おお、なるほど。今のお話聞いて西さんどうですか？うん、全くその通りだと思いますね。おお、うん、うんうん、同感ですね。マミどうですか？いや私も一緒。うん、うん、なんかそのね、僕はなんか3つその3つのその持つっていうことがあると思ってて、人生には、うん、まず1つが人持ち人生ですね。とにかく人っていう、 こうご縁で人をたくさん持っている人って、さっきみたいにね、パーティーも今日ご飯食べれないんですよとか寝るとこないんですよって言っても、あそうなんて、あほんだ今日泊まりやって言うんですけど、これ多分パーティーに人としての魅力がなかったら、こうなんかね、なんかこうえ
止めて大丈夫この人ってなったら止まってもらえないと思うんですよね。だ多分パティにはその人持ちもそうだし魅力っていうのもあるんだろうなっていうのは思うんですよね、うん、あとはその夢持ち人生、夢を持っている人生ってやっぱり夢を持っている人ってキラキラワクワクしてると思うんですよ毎日。じゃあその人の話とかもやっぱり魅力があるから、あなんか応援しようかなとか、なんかこうお金っていうもののそのサポートできんけど今日ご飯晩ご飯は出せるよとか、なんかしんどい時うちに来て喋ったらいいやとか、なんかそんなんとかはしてもらえるのかなって、うん、で多分その2つが達成できたらなんかお金っていうのもちゃんとついてきてお金持ちの人生も歩めるんかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、でこのお金っていうのもただたださっき言ったようにそのベンツに乗りたいとかロレックスを持ちたいとかねはめたいっていうわけじゃなくて、でさっき言ったようにこうパティは夢を持ってるからその学校を作るためのお金だったりよりたくさんの人に感動だったり、笑顔を与えるためにお金を使うだろうから、そういう人にはどん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 この3つが、巡ってくる素敵な人生を歩めるかなっていうふうに思うので、なんか本当に今のさっきのこうパティもそうだしニシャもそうだしマミさんもこの3つを持たれた人生を、歩んでいっておられるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、じゃあここからはですね、僕がどんどんこう Q&A 方式でお二人に質問をしていこうかなっていうふうに思うんですが、お二人の小さい時の夢は何だったのかっていうのを聞きたいんですけど、じゃあパティから。小学生の時はサッカー選手になりたかったです、うん、ずっとサッカーやってて、でそうですね、で中学生ぐらいになってからちょっと現実を見始めて、うん、サッカー選手って難しいなって思ってからは、なんか僕はすごい先生になりたいって思ってましたね、うん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 、なんかいい先生にすごく恵まれてきたので、なんかすごく素敵な職業だなって思ってました。で高校時代は高校の先生になりたかったです。あの予備校をなくしたいなと思って、うん、意味わかんないな予備校ってっていうのがすごくあったんで高校生の時は、うんうん、で高校で全部教えてくれよって思ってました、うん、でそういうのをちゃんと教えられる高校の先生になりたいなっていうのがあったんですけど、まあもともとは小学校の先生になりたかったです、ちっちゃい頃。そうなんですね。でもちゃんとこう夢に向かって今もこう突き進んでいるのかな。学校を作ったら先生になると思うので、うん、うん、これから楽しみですよね。そうですね、うん、じゃあニシャン、はい、小さい時の夢は何でしたか。僕小学校の時はね、タクシーの運転手になりたかったんです。でなんでタクシーの運転手になりたかったかっていうのは、はい、タクシーに乗る時っていうのはどっか楽しいとこに行く時しか乗れなかったです、うん、子供の頃ね、うんうん、だからこれ乗ったらいろんな人が楽しいとこに連れて行く仕事やって思ってたんで、うん、本当に中学校上がるまでずっとタクシー運転手になりたいと思ってましたね、うん、車も好きやったっていうのはあったんですけどね、うん、で、まあ、中学校入ってからねスポーツやるようになってから、で僕タイガースファンなんで、うん、やっぱりタイガースに入ってな、むちゃくちゃ弱かったんですその時ね、うん、な俺が行かんとこれ絶対タイガースあかんやろうなって思って、中学校で野球やって1ヶ月で辞めてバスケットやったんですよ、うん、全然続かないんです僕の夢がね。うーん、でそのまま行ってもう夢じゃなくて、まあ、金儲けに走りましたね。もうだから大学出てもう給料の高いとこばっかり仕事選んで、うん、転職も多かったし、うん、大学22歳で卒業して3年間もう仕事4つ5つ変わったんちゃうかな。うーん、高いとこって行ってその麺の営業マンのとこに入って、ここでいろんな人のこのラーメン屋さんとか中華屋さんとかこう見てる中で、ちょっと違うな、やっぱりちょっと人に喜んでもらえるようなことをする方がいいかな、だから喜んでもらえる仕事をしたいなってずっと思ってましたね。じゃあ次の質問に行こうと思います。一番こう印象に残っている出来事というか、印象に残っているこうエピソードみたいなのを、ぜひお二人に教えていただけたらなっていうふうに思うんですが、じゃあパティから。僕が大学3年生の頃に、うん、同級生というか同い年の男性が、まあ、男性と話す機会があったんですけど、はい、なんかすごいその人に言われたのが印象的で、うん、だからめちゃくちゃ高圧的な感じだったんですけど、向こうがなんか大橋くんって何のために生きてんのみたいな言われて、
いや、めちゃムカつくなと思ってたんですけど、なんかすごいその後じわじわ来て、で当時大学3年生の時なんて、なんかもうなんとなくいい会社に就職して、うん、なんとなく、まあ、結婚とかして家族持って、うん、まあ、なんとなくいい人生を送れたらいいかなって思ってたんですよ、うん、っていうのがすごく覆されるセリフだったというか、その人に言われた一言が、うん、なんかこのまませっかく生まれてきたのにいいのかなみたいな、そんななんとなくでいいのかなっていうのはすごく考えさせられて、うん、そうですね、なんかエピソードというよりかはその一言があったから、まあ今僕は淡路島にいると思いますね。その言われたその友達っていうか、その知り合いの人とは今も交流あるんですか？あ、今も交流あります。で一緒に淡路島に来ました、その人と。はい、でその話もしたことあるんですか、その人には？あんましたことないです。え、じゃあこれ見たらびっくりするかもしれないですね。そうですね、で僕の中では結構刺さった言葉でしたね。恥ずかしいですけど。すごい、ありがとうございます。じゃあ次、ミシャン。毎日がいろんなことが起こってるんで、うん、大概のことはもう慣れてるんですけど、はい、あの居酒屋でね、飲みに行った時に居酒屋でこう喋ってた横のお客さんがうちの常連さんで、ずっとうちのラーメン屋の話をしてる時があったんですよね。はい、でその来たことないお客さんに、そのうちの店のなんかこうすごいラーメン屋があって、もう野菜がすごくて、ずっと説明して、この人うちの従業員になってくれんかないぐらい説明してくれるお客さんを見た時はわあ嬉しかったなという思いましたね。それが3年ぐらい前にあったかな。はい、そこで僕はオーナーですってよう言わなかったんですけど、あんまりにも俺より知ってることあったしね、こんなことしてくれたり、そんなことしてんねやうちの店とかいうのもあってそんなありましたね。すごい。マミさんもどうですか、そのお店のに来たお客さんが自分の知らないところでこうお店をこう宣伝するというか、あそこ行った方がいいでとか、あそこめっちゃ美味しいでみたいな、いいこと言われたら嬉しいですよね。聞いてて、うん、そう、うん、店のこと 言ってくれたら嬉しいかな、うん、でもね、お客さんって別にそれで、ね、マージンもらってるわけでもないし、うんうん、ね、でそれで何かがこうねするわけじゃないんだけど、うん、やっぱりこう感動したりとか美味しいってなった時って、人ってこう自然と話すんだろうなって思いますよね、うんね、だけどやっぱりね、西山が言われるから、自分とこのここオーナー代表ですとは言われへんねんよね。ここまで言うたんやるけど、うん、悪口は言うてるけどな。うん、ね、ね、オーナーよりもその詳しいことを知ってるね、っていうことはもう結構な常連さんなんでしょうね。うん、そうでしょうね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行こうと思うんですが、次は今目の前にすごく人生に苦しんでいるとか辛いって悩んでいる人が、友達とか、まあ知り合いとか家族とかで、まあいるとしましょう、仮定しましょう、その人にどんな言葉をかけてあげますか、悩んでるところを行きたいと思うんですが、じゃあパティから行きましょう。まあ難しいですけどね、うん、でもやっぱり生きてたらいいことあるかなって思うので、うん、なんかそういう言葉をかけたいですね、生き、うんうん、なんか生きてたらいいことあるよっていう。で僕もすごく、うん、なんかいつ死んでもいいなって思ってた時期あって、はい、なんかすごいやる気が出なくて、人生に、大学生の頃とか大学 1,2 年生、もうそれこそさっきの人に出会うまで大学3年間ぐらい、うん、何してんだろうな自分みたいな、うん、
そうそう、交通事故で死んでしまってもいいかなみたいなのを思ってた時があって、うん、今思ったら怖いんですけど、うんうん、そうそう、でも生きてたらやっぱいいことあるなって思うんで、うんうん、生きてるだけで素晴らしいなって思いますね、うん、おありがとうございます。じゃあ次はニシャンお願いします、はい、かけられる方やったら飲みに行こうだけで済むんですけどね、はい、うん、かける方となるとまあよく、まあ、うちのスタッフでもよく悩んでる子おるんやけど、人生ってまあまあ 55% が楽しいことで 45% は悪いことやでって、多分 45% の時じゃないかなと、うん、っていう話ですね。だからまあちょっと楽しいことが多いぐらいやで人生って、うんうん、まあ、まあ辛いことがないと楽しくならないし、ずっと楽しいからそれが基本になるからあんま楽しくないんですよね、うんうん、だからまあまあよく言う辛いことがあるからピンチはチャンス言うたり言うのもそういうことやと思うし、うん、まあ、絶対さっきねおっしゃったように生きれたらその 55% ではまたか、うん、のうちの何かをね、うん、体験できるんで、そういうことかなと思いますね。ほう、なるほど。じゃあこれは前回、うん、この質問してなかったのでマミさんにも、はい、はい、私は、まあ、女性は結構何あの誘って遊びに連れて一緒に悩んでる人とかいてたら、まあ、話も聞くこともあったり、あとは食事の約束したりとか、うん、まあ、女性っていうのはそういうことが結構しやすいね。どっか遊びに行こうとか、うん、行こうとか、うん、そうやって連れ出すこともできるので、うんうん、結構私はそうやって悩みを聞いたり、 あそこだどこどこ行こう、何やったら行こうとか言って、ね、うん、連れて行ったりしますね。うん、うん、言葉っていうよりはもう言葉もやけども、うん、そういう楽しいとこへ、うん、連れて行って、うん、ちょっと和んでくれたらなと、うん、おー、なるほど、三者三様ですね、うん、面白い。じゃあ、これで最後の質問にしたいと思うんですけど、今度は自分の人生をこうちょっと振り返ってもらって、どの地点でも構いません、今の自分から、ある地点の自分に向かって、言葉をかけてあげてほしいんですけど、まあ、何歳時の自分へみたいなことを言ってもらって、その時の自分にこうちょっとこう芝居じゃないですけど、おい、だから例えばパーティーだパーティーとかいうふうに言って、ちょっとこうその時のこと、自分に声をかけてあげてほしいんですけど、じゃあ西さんから今度は、お、はい、はい、小さい時の自分、中学生ぐらいの時の自分に、はい、声こうマジで言うていいですか。マジで言ってください。これ中学生とか聞いたらえらいことになるかもわからんけど、その時はカットしてください。了解です。はい。ニッシャン、意外と数学と英語勉強せんでええと思うわ。あんまり使えへんで。うん。で、歴史の年号変わるから覚えやんでええで。うん。楽しんで遊び。うん。以上。ああ、いいですね。いいですね。先週聞いたような気がすんねんけど、それ。同じこと言ってはったしとった。確かに。さすが。やっぱさすがですね。いやー、ご縁って面白いなって思います。でも、そういうことですよね。書いたよかったな。いや、本当にこう、教科書に書いていることっていうのは、まあね、まあ、先人たちの歴史だったりもするけど、もう世の中にあることなので、多分、実際にお商売をされていたりとか、会社をされている人ってこの世の中にまだないものとかあるものをより高いレベルに持っていくっていうことがお仕事だったりするので、だからそこじゃないんだろうなっていうことを今多分西さんは伝えたかったんだろうなと思うんですよね。でマミーも多分勉強はしなあかんからね、勉強はね、うん、そう、うん、そうなんですよ、うん、でもいや本当にそうだと思います。僕もね学校の教師ですけど、うん、勉強ももちろん大事だけど、勉強以外でもすごく人生にとって大切なこといっぱいあるから、うん、そこだけになってしまうのはすごく寂しい、知識や狭窄だと思うので、うん、今の話はすごく僕は深いなと思います。じゃあ次パティにお願いします。中学2年生の自分に、うんうん、パティって何のために生きてるの、うん、まあさっきうん、大学3年生の時に言われた言葉をもっと早く知ってたら、うん、なんかもっと面白かったかなって思いますね。
だからそれぐらいやっぱ大学3年生の時にその出会った言葉っていうのがめちゃめちゃ自分の中で刺さってて、その後の人生を大きく変えるきっかけになるってことですよね。そうですね、まあ、タイミングももちろんあったと思うんですけど、うん、その就職を考えるタイミングとか、うん、でもやっぱ潜在的にそういうのを考えれる意識がついてたら、うん、面白いなと思いますね。うん、なんか今のねこの番組を例えば見ているこう、ね、子育て中のパパママとかまたこうお子さんとかになんかそのお話をちょっと質問してみるのも面白いかもしれないですね、自分のお子さんとかに。うん、うん、いや面白い、ありがとうございます。といったところで、次回ですね放送は、6月の16日ですね、また8時に皆さんお会いしましょう。それでは来週まで、さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。明日から来るなって自分のことを否定されたみたい。いかがだったでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、こういういろんな経験をできるのが僕毎日楽しくて、うん、こういう経験で初めて、ズームってみんな言ってたけど初めて僕やりましたね。先ほど言われてましたね、初ズーム。初ズームです。初ズームでこんな自分の顔がこう前に映るのもすごいなと思うぐらいで、うん、なんですけど、本当にありがとうございました。こういう機会使っていただいて。ゆうさん、ありがとうございました。いえいえ、どうもありがとうございました。本当にもうお答えいただいて、もう本当に感謝感謝です。マグロを送ってくれてもいいよ。はい、お前やね、持っていく。ただね、こう水曜日8時になるときはもういろんな形でこうデフォルメしたよう な、やっぱ本当に番組になってるので、まだその時もまた見ていただければなというふうに思います。はい、パティいかがだったでしょうか。はい、いやでも僕も本当になんかラーメン屋さんのオーナーさんなんて絶対知り合えないじゃないですか。確かに確かに。あ、マグロのマミーさんもそうですけど、うん、まあ、先週から引き続き、あ、結局先週の僕全部見ました。1時間半ぐらい。 ありがとうございます。はい、めっちゃ面白くて見ちゃいました、はい、うん、でまあそうですね、なんかどん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 この縁がつながってって広がっていくのを、まあ、見続けていきたいなっていうのもありますし、うん、なんかせっかくいただいたご縁なんで、まあ、何かコラボできたり発展があったら面白いなと思います。ね、本当にこうマミーさんのところのお店に、ね、野口ファームの育ててるお野菜が行ったりとか、ワッシュさんのところでまたなんかねコラボで裏メニューでみたいなところが出てきたら、この番組をやっててよかったなって思うし、本当に楽しく、いろんなことの、ね、ご縁をつなぐっていうのが楽しい僕の、こう MC 冥利に尽きるなって言ったところです、ね、確かに君を守りたいと思ったんだ、あの日の自分がいて今の自分がいる、絶望と無力感を味わったから、君の心の痛みが少しだけわかるよ、今度はこの僕が居場所になりたい、日だまり「ありがとう」って言葉が聞こえてくる、そんな居場所に慣れたらいい、疲れたのならば帰ってくる。
してもう一度歩き出せばいい。日だまりみたいに暖かくてここにいていいんだと思える場所。ありがとうって言葉が聞こえてくる。そんな居場所にならたい。その居場所にならたらいい。